日本語コンテペイ日本語コンテペイ子供も言ってます日本語コンテペイの時間です皆さん元気ですか僕は元気ですよ今日はサイエンスフィクション SF についてはい皆さんこんばんは日本語コンテペイバーの時間へようこそお酒を頼まなくても 大丈夫ですからね。お茶でもいいしハーブティーでもいいもちろんお酒でもいいですよ僕はいろいろなカクテルを作ることができますねマンハッタン、えー、マティーニテキーラサンライズ オンザビーチまあクリーンコンテンツですからねクリーンコンテンツなんで「オンザビーチ」にしましたえー、まあ知らない人は「オンザビーチ」であの調べてみてくださいそういう名前のねカクテルがありますまあ実はね僕はその「オンザビーチ」は飲んだことがないですねなんかあのたまにその まあカクテルバーとかに行くとね、まあ、あることがあるんですけどちょっと頼みづらいですよね恥ずかしいですよね「んオン・ザ・ビーチください」なんて言えないでしょなんかいやらしい感じがしないですか名前がちょっとひわいすぎますねひわいというのはねいやらしいという意味ですねエッチという意味ですね という分あの皆さんにとってねその「エッチ」っていう言葉はそんなに「エッチ」じゃないかもしれないですけど僕にとってはその「エッチ」っていうこのこの一つの言葉がねすごく恥ずかしいなんか汗かいてきました本当本当。暑 <laughs> 熱くなってきたちょっと恥ずかしいですね「エッチ」という言葉まあ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  今日はですね、あのフィクションについて話したいと思いますねフィクション、あのサイエンスフィクション、えー、以前僕はですねなんかフィクションに興味がないなくなってきたとか言ってましたね覚えてますかなんかこう、やっぱり現実の方が興味があるというかねフィクションよりもノンフィクションの方がなんかこう大事な気がするなんかこう もっともっと意味がある気がする。まあそういうことを言ってたと思います。まあ言ってました。でも最近ね、やっぱりちょっと考え方がまた変わってきましたね。考え方が変わるというのはよくあること。そして僕はそれをね認めます。まあ元々それを否定はしてないですけどね。僕はあの考え方はいつも変わって 変わるるものだと思ってるし僕が例えば3か月前に言ったことが今違うことだとしてもそれは自然なことなんですよねむしろ3か月前と同じことを言ってたらちょっと変なんじゃないのとも思ってしまうもちろんあのものによってはね3か月前と同じことを言ってますよ。ととてもそのファンダメンメタルなこと、ね、例えば あの僕は世界の平和、ね、平和な世界そして差別がない世界子供たちが勉強ができて、ね、みんな勉強ができる本を読むことができるそういう世界が素晴らしいと思うそういうことは変わらないですよだけどあのいや最近はちょっとフィクションには興味がないですねと言っていた僕が。 いやーちょっとフィクション読みたいですね。という特にサイエンスフィクション読みたいですね。という、ね、そういう変化そういう変わり方これは普通でしょう、ね。それは全然いいと思いますよ。なんか例えばね、えー、なんかとてもたくさん肉を食べてた人がまあベジタリアンになったりいいんじゃないですか逆にベジタリアンが 和牛美味しいね。日本で食べた神戸ビーフが忘れられない。いいんじゃないですか。いいですよ。そのぐらいはまあ、特にあのそのなんか特別な理由がない人は別にいいと思いますよ。特別な理由がある人はね。あの、いろいろ食べ物とか気をつけた方がいいと思いますけどね。なんかアレルギーとかね。宗教的な理由とか。 まあそうじゃない。自分でね、なんとなく、なんとなくあの、これを食べたり、これを食べるのをやめたりとか、これをすることを始めてみたり、これをすることをやめたりとか、自由ですよね。例えば僕がサルサを踊ったり、例えば僕がボサノバを聴き始めたり、全然いいでしょまあボサノバは前から結構好きですけどね。

考えるだけでワクワクしますねサイエンスフィクションこの言葉どうですかサイエンスフィクションどういうことがサイエンスフィクションですか例えば一人の生徒さんにサイエンスフィクション好きですかと言ったらはいはいあの子供の時はねスターウォーズとか見てました今でもスターウォーズが好きですでもねちょっとね僕はねうんいやいやスターウォーズ サイエンンスフィクションかな <laughs> なんとなくね僕の中では「スター・ウォーズ」ってあんまりなんかこうサイエンンスフィクションっぽくないんですよねもちろん宇宙ですけどもちろんワープとかすると思うんですけどなんかあの剣道みたいなねあのなんかなんかあのフォースを使って刀でね「ワンワンみたいななんとなくあのちょっとかなりプリミティブな戦い方をするので。 なんとなくサイエンスフィクションな気がしないですけどね。まあサイエンスフィクションってどんな感じですかねなんとなくあのやっぱデータとかロボットとかアンドロイドとか、えー、タイムスリップとかなんかそんな感じうん。まああとはいろいろな,なんかこうまあこう何と言うんですかねなんか想像できないようなことはあの今まで考えてはなかったようなアイデアとかね。 もちろんその火星とかマーズですねそういう場所に宇宙人がいるとかもちろんそういうのもそうなんですけど例えばその宇宙人が人間の形をして人間の形になってそして人間とまあ人間のボーイフレンドやガールフレンドができたりしかもそのボーイフレンドがガールフレンドになったりガールフレンドがボーイフレンドになったりもしくはその両方が。 一つの体の体中にあったりとかそういういのもよくありますよ、ねまあとにかくまあ現実では結構そのありえない宇宙にね宇宙人がいるまあまあ宇宙人はいるかもしれないけどそしてなんかこう友達になるでもいいですよ別に恋人じゃなくても友達になったりとか ETET、e、んかまあそういうことを 少し考えるのも悪くないいかななと最近思い始めましたなぜかというとやっぱりちょっと現実がある意味退屈あの現実はとてもあのエクサイティングなんですけどちょっと悪い感じでエクサイティングですよね。 なんかこう心配するようなことがたくさんありますよね。そして僕たちには結構何もできないですよね。例えば2020年何もできなかったですよね。僕ができたことといえば、ポッドキャストをたくさんとって、愛当きでレッスンをたくさんするぐらいのことで、他には何にもできなかった。なんとなく、 世界があの元に戻るのを待ってるだけみたいな。で、例えばまあ今でもそうですね。で、そういう状態の時になんかもう。サイエンスフィクションみたいなことを考えたいなっていうようなね。まあ、そういうもう本当に自分の楽しいことをしたい。そういうことですね。皆さんどうですか？ 楽しいことがしたいですよねなんとなくあのフィクションを読むということがすごく自分だけのね楽しさのような気がしてきました本当に。だって例えば友達と会うとかね、えーまあ、そういうのもちょっといろいろ最近大変ですしなんかどこに行くとかねなんか例えば旅行に行くのも大変だし。 だけどね本の中だったら宇宙にまで行くことができるし宇宙人と話すこともできるし宇宙人と友達になったり恋人になったりそしてその宇宙人が自分の中に入ってきたりねなんかいろいろいろなことができますよねちょっと怖い話もたくさんありますけどね多分なんかあのいろいろなレビューでね サイエンスフィクションを調べてると結構怖い話とかありますよねだからまあまあまあでも怖いっていうのはなんかワクワクするのに近いような気持ちもありますかねホラーは嫌ですねホラーは嫌です。特にあのなんかこうたくさん何嫌なシーンの続くホラーとかシリアルみたいで絶対嫌です。だだけどフィクションの中だったら 少し怖いのは大丈夫かなうん。なんかそれもチャレンジですからね。少しだけね。すごくネガティブなのは嫌ですよ。だけどなんかこう、まあ、必要なアドベンチャーみたいなね。そういうシーンとかだったら、少し、大丈夫かな大丈夫かなうわ危ないうわ怖いモンスターがみたいなのは、ちょっとはいいかもしれないですね。まあ、たくさんは嫌ですよ。 <laughs> なんか1億1億のゾンビとか嫌ですよそういうのは嫌ですけどあのまあちょっとグロテスクなあのなんか宇宙人みたいなのがいいんじゃないですか少しくらいダメうんなんか虫の形をしてるとかねちょっと怖いな虫は嫌だなうんまあとにかくまああのフィクションねフィクションフィクションの世界 これは、ね、いろいろ面白そうですね。なんかフィクションのことを考えるとね、またいろんなアイデアが出てきてね、えー、いつか僕もまたフィクションを書きたいな。ね、実は僕はあのフィクションを書いてましたからね、小説を、えー、10個ぐらい書いたのかな。だからもう一度、もちろん全然プロじゃないですけどね、でもあの物語を作るというのはあの、すごく、すごく楽しいことです。ね、なので、いつかまた。 もしかしたら皆さんのために日本語簡単な日本語でねなんかストーリーが書けたらそれはねいいですねまあまあまあ皆さんそれでは「日本語コンテッペーバーもそろそろ終電の時間です終電早くなりましたからねえ早く家に帰ってえゆっくり寝てくださいそれではまた皆さんチャオチャオ明日も仕事頑張ってね